あ、そして今村ですね、はい、今村も2軍からの練習参加です。今年で13年目、はい、村田さん背番号26ということで宇都宮コーチを彷彿とさせるような、はい、まあ、自主トレでも宇都宮コーチと一緒にやっていたということもあって非常に仲がいいという今村ではありますが、はい、今村も今シーズンは非常に勝負の1年ということになるでしょうか。ね、いや、僕らも一緒にずっとやってきたんでね、もう頑張ってもらいたいと結構小言も言いましたしね、はいはい、その宇都宮君も、ね、しっかり精度を持ってるでしょうね。ね、今後ろで見ていらっしゃいましたが、はいはい、その村田さんが、まあ、小言という話もありましたけれども、現役時代というのはどんなことをお話ししたりとかして、まあ、若かったですし、やっぱり無駄なフォアボールをたくさん出したりした時なんかは向かっていけよという話をしましたよ。そうですか、はいはい、期待もしてましたね、僕をね、今村君はシュートがあってスライダーがあってあとフォークもいいピッチャーなんで、キャッチャー的にはリードしたら面白いんだろうなと思って見てましたしね。ああ、そうですか。で結局フォークがいいんだから、フォーク掘れないじゃないかよ、カウントだら結局ストライクゾーン掘らなきゃいけないんだからってとこですよね。うん、追い込んでからフォークのショートバンドとかシュートのボール気味とか分かりますけど、最初狙いすぎてノーチューダーもうツーボールワンズバッティングカウントばかりしてたらねいう話をよくしましたけどもね。昨シーズンは1軍で24試合に登板、防御率が 3.81 でした、はい、2022年から中継ぎに専念、2022年は55試合に登板して防御率が 3.57 でした、はい、ですから昨シーズンは少し登板数が減ったという1年でした、ね、はい、3.81、防御率も、まあ、22年に比べるとまあ、悪くなってしまった1年ではありました。